ベビシャットさんの曲になります。はい、僕の中のロクロ口ずさむ
じって高校生を一人お手伝いしていただく、一曲お手伝いしていただくということで、1年生から抜擢された、ドラム谷くんだったっけ、もう忘れちゃった、松久保くんを、最初にドラムとして抜擢してきました。で、スタジオ見学に来たいと樋口くんがついてきまして、で、よかったら歌ってみるって思ってたら、意外によかったんですよ。この曲知らないですって、これ何歌うんだっけ今日。未来です。うん、未来、小袋の未来を歌うんですけど、僕あんま知らないですって言いながら歌ってくれたんですよ。で、意外によかったんで、やるって聞いたら、やりますって言ったんですよ。おー、このチャレンジ精神に私心打たれまして、急遽リーダーに彼が欲しいと彼がなんか違う意味になっちゃうね自分の子供よりも若い彼が欲しいとお願いしまして、で今日急遽入ってもらいました。ちょっと今日ねすごく緊張してるんだよね。はい、はい、ごめんね、なんかね大人がこう寄ってたかってね追い込んだような感じになってしまって、2人ともありがとうございます、はい、スタンバイよろしいでしょうか。はい、